向こうに竹田駅が見えますね。豊後竹田駅。駅から降りてまっすぐまっすぐ歩いていくと、この建物に出会いました。これはですね、竹田キリシタン資料館という資料館なんですね。ご休憩自由、飲食物持ち込み OK、 親切ですね。くつろぐことができますよ。今日私がここに来たのは、こちらのこのポスター、これですね、赤上亮先生の作られた「はぐれガラス」という物語、今度ですね、小説による町おこしが始まるということで、竹田氏と赤上亮先生のコラボでですね、この竹田を盛り上げていこうっていう、そういう活動が始まっています。私はちょっと今日そのことについていろいろ調べたいなと思いましたので、ここに訪れました。はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ、本当にありがとうございます。今日私は竹田市にあります竹田キリシタン資料館に訪れました。こちらにですね、お父さん、この館長さんされてますけれども、お父さんに今回のはぐれガラスのストーリーとか、まあ、こうなっていった竹田氏の経緯とか伺いながら、この壮大な小説「はぐれガラス」のストーリーをたどるツーリズム旅を始めたいと思います。前ですね、城下町をちょっと歩いて、これからそれ始めますよってお話をした動画があるんですけれども、今日はその第1回目、キーパーソンである後藤さんのお話をたくさん聞けたらいいな。そしてまずこの建物自体がですね、やはりこのはぐれガラスの拠点施設になっていきますので、いろんな資料もありますので、今日はそれにまつわる資料も一緒にご案内をしていきたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、そして高評価、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは中に入ってみましょう。こんにちは。はい。失礼します。どうぞ。すいません、お邪魔します。はい。早速ちょっとですね、私、はぐれガラスをの物語をたどりながら、はい、まあ、皆さんにこうはぐれガラスの世界観をですね、はい、現地竹田からお届けできるような動画を作りたいなと思っているので。ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、これは一番最初物語のスタートに出てくるあの例の一つ目ですか？そうですね、最初に山川西次郎が竹田に来てエリーと出会った時に、エリーが歌い踊りながら、呪いの歌を歌いながら、ちょっとこう立ち寄って、祠に立ち寄ってお参りするシーンがありますが、それのシーン出てくる一つ目撮りというのはこれですね。正式には山の神、鳥の形をした山の神という、まあ、武田市指定文化財なんですけども、鳥の形をした山の神、山の神、はい、へえ、本当鳥ですよね。鳥だけどなんか口がくちばしじゃなくて口、うん、口がなんかこう歯があるみたいに、ニーってこうね、歯をむき出してますよね。これはなんともこう奇怪な鳥ですよね。そうなんですよ。でフランシスコ・ザビエルの肖像画と同じで、胸の前でこう手をクロスしてますよね。あ、本当ですね。うん、本当はね、足もクロスしてたら折れてるんですよね。あ、なるほど。うん、このクロスするっていうのはアンドレア十字という十字の一種なんですよね。あ、そうなんですか。はい、これはもともと竹田市の直入り地方の山の中にあった山の神で、ええ、この山の神を祀るお祭りの日は12月24日クリスマスイブだったそうですね。まあ、そのキリシタンが信仰の対象にしてたからクリスマスイブということだったんですよね。山の神のお祭りが12月24日24日クリスマスイブ、なん
か普通もうちょっと早い時期な感じですよね。そうですね、こんな年末差し迫って、うん、だからやっぱりキリスト教にまつわる信仰の対象物だから、うんうん、クリスマスイブにということだったんじゃないですかね。あ、うん、そうなんですね。これはちょっと何とも言えない顔ちょっとアップにするけど、ね、いや鳥って言われれば鳥ですけどなんかこうそれはね、後世になって他の人が、うん、その翼があるから鳥と言っただけだと思うんですよね。なるほど、うん、本当はこういう風にしたかったと思いますよ。これですね。これは大阪の茨城市で発見された、はい、天使三行図という、これも重要文化財だったかな、はい、やはりその今の山の神と同じで胸の前で手をクロスしてるでしょ、で翼がちゃんと生えてますよね、はい、まあ、天使みたいですよね。でもその山の神は石でできてますから、はい、その石でこういうふうに翼を立体的に広げた形の彫って難しいじゃないですか。そうですよね。だからその鶏みたいに閉じた形に仕方なくなってるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど、うん、元はこれをイメージしてると思いますよ。翼があるよね。だからやはり山の神というよりももう天使ですよね。この隣はこれ何ですか。これ鳥じゃないですね。それはね、メスって言われてるんですよね。さっきのちっちゃいのがオスで、その大きい方がメスだって。メス、まあ、そういう言い伝えです。鳥だということなんですね。うん、そうですね。だから山の鳥の形をした山の神で、オスメス一対一なんですよね。同じとこにあるんですか。まあ、そうです。へえ、なんで一つ目なんだろう。なんでしょうね。ねえ、まあ、これもあくまで言い伝えなんですけども、はい、一つ目丸いでしょ、はい、こっちも丸いですよね、はい、大分県の方言で丸いっていうのは丸いって言いますよね。最近はあんまり言わないけど、はいはい、お年寄りがね、はいはい、マリーナとか言いますよね。で丸イコールマリーイコールマリアっていう言葉遊びのこじつけ、まあ、はぐれガラスの言葉遊びが武田の人好きだっていうね、まさにこのことなんでしょうけど、でもこれ武田だけじゃなくて薄木のキリシタンでも同じこと言うんですよね。やっぱ丸で、うん、丸イコールマリアと。だからキリシタンのお墓見ると正方形の平たいお墓にただ丸が線彫りで1個あったりする結構あるんですよね。へえ、そうなんですね、うん、だからそれが本当にマリア様を表しているかわからないけども、うん、要はその隠れキリシタンの信仰の対象はマリア様に変わっていて、マリア信仰イコール隠れキリシタンという図式ができるんですよね。なるほど、イエス・キリストではないんですね。そうなんですよ、イエス・キリストが最初なんでしょうけども、途中からもうマリア信仰に変わってくるんですよ。あ、そうなんですね、すごい。だからそういう言い伝えがこの丸イコールマリアっていうのは、まあ、もちろんこじつけの言葉遊びなんでしょうけども、言い伝えではそういうふうに言われてますよね。なるほど、うん、だから学術的にどうっていうのはないんですけども、日本隠れ、うん、全国隠れキリシタン研究会もそれを言ってましたね、丸イコールマリアっていう。なるほど、はい、これ顔のない十字入り木製座像、はい、これがはぐれガラスの中ではのっぺらぼうの座像ということで出てきますよね、はい、ええ、これのことなんですね。のっぺらぼう、これはもうちょっと中で出しますけども、いいんですか。いいですよ、こういう風になってるんですよね。のっぺらぼうですよね、もちろん。顔がない。でこの頭のかぶり物、烏帽子のところ、ここに今十字があるんですよね。本当ですね。へえ、これ顔は意図的になくしてるんでしょうか、それとも取れちゃったの。どうなんでしょうね、削ったんじゃないですかね。この断面を見るとこうスパーと切り落としたような、そうですね、うん、ふうにも見えますけどね。これ時代的にはいつぐらいのものなんでしょうか。これね、はっきり言うと時代の特定できたわけじゃないんですけど、かなり古いものみたいですよ。だから16世紀じゃないかなというふうに言われてますけどね。これ自体は見てもよくわからない。あ、これ取れてますね。この箱ですよね、これにはですね、ここに字が書いてあるんですね。これ生き目神社と読むのか、あるいは生き月神社と読むのかわからないんですけど、はい、あるいはただ神3文字で終わってるのか、神社の社というのが見えないんですよね。だから生き目神なのか生き月神なのかよくわかりません。でここにも文字がある、裏にもあるんですよ。
もうでも読めないんですよね。もうでこれが直江の行王寺っていう、ところのキリシタンの集団墓地のそばにちっちゃな稲荷様がお稲荷が祀ってあって、そこにこれが収まってたんです。そうなんですか、はい、結構尾形も生き目様って、うん、ありますよね、うんうん、生き目様ありますよね、あちこち、うん、これが月なのか目なのかちょっといまいち判断に苦しむんですけどね。もしこれが息つきであるとすれば、息つきというのは長崎の平戸のことですからね。あ、そうなんですか、うん、息つき島というのがありますから、もしこれが息目じゃなくて息つきだったら、宣教師が大分と長崎を往復するときにその平戸の息つきから持ってきたのかなとも思うんですけどね。これ本当だからこの文字がね全部解読できると分かるんですけど、読めないんですよね、残念ながら。ちょうどのとこで隠れてます、ね、この横にはね、実はこうルーペで見るといろいろ書いてるんですよ。でも読めない。そうですよね、真っ黒にしか、うん、これ赤外線当てたら読めるかなと思っていろいろ相談したんですけどもね、もうやっぱ無理だと言われましたね。そうなんですね、惜しいですけどね、これにはヒントが隠れてると思います。あ、なんか謎がありそうです、ね、そうなんですよ、解き明かされそう。これ直入りにあるそのお墓集団墓地、うん、キリストの集団墓地、正方形で真ん中に穴が開いてるじゃないですか、はい、あそこに木の十字架を建てたんじゃないかと言われてますよね。なるほど、はい、すごいですよね。どうしても、まあ、九州だったら長崎とか、まあ、そういうところが天草とか有名なので、うんうん、なんとなく向こうの他県の話って感じがずっとしてたんですけど、まあ、大分自体は大分市がやっぱり大友宗麟の時代とかにものすごくそのキリスト教を奨励していた時代があったからですね、うん、はい、なんか大分市はなんかその大友宗麟だからって思ってたんですけど、竹田はね、なんかそういうイメージをずっと持ってなかったので、うん、ちょっとね今回本当このはぐれガラスもですけど、この竹田のまた新しいこう歴史の視点みたいなのに、うん、感動しますね。はぐれガラスの中ではですね、九谷総直という交流寺の住職が出てきますわね、はい、で最後西次郎とエリが結婚するときに媒酌人というか、立ち会った人ですけど、はい、あれはそこに絵がある九谷総力さんの名前を取って九谷総直という人物に名前してるんですよね。あ、そうなんですか、はい、じゃあこう赤上先生は、はい、いろんな実在した方たちを、そうそう、まあ、名前を少し変えながら、この人はね、ほら九谷総力なんですよ。 あれを赤上先生は総直にしてますよね。でお坊さんにしてますけども、はい、でこの人は大友の時代の大友の重臣の一人なんですよ。そうなんですね、うん、で大友宗麟がザビエル大分に招いてね、キリスト教保護奨励いち早くしたじゃないですか、はい、でこの人もそれを見て影響を受けたから、はい、ぜひ直江里にも俺のところにも来てくれということで今の直江里に呼んだわけでしょ。で大友宗麟が、府内に教会を建てる2ヶ月ほど前にこの人直江里に教会を作ってますから、はい、本によっては全国で初のキリスト教教会って書いてますよね。あ、そうなんですね、はい、じゃあこのルカスっていうのはこの方のだと思います。ルカスというのは九谷宗麟だとはっきり書いた書物はないんですけども、そのルカスという人の都市格好とか身分的なものとか考えるとこの人しかいないんじゃないかなと思うんですね、うん、なるほど、うん、と考えられてますよね。かっこいい名前ですよね。そうなんですよ。これが九谷市の時代で、その次に今度滋賀市の時代ですね。そうですね、はい、はあ、まあこの人はね、熱烈なキリシタンで、自分の左腕に自分で十字の入れ墨を入れたっていう記録がありますからね。あ、だからこのイラストにもちゃんと忠実に入れ墨を。この人、大友宗麟の孫なんですよね。そうなんですね、滋賀県っていうのは大友御三家の一つなんですよ。ああ、そうなんか、宗麟とね血はつながってないんですけども、この人は位置的には孫になりますね。あ、そうなんですね。この方はドン・パウロ。そうです、ドン・パウロ。ドン・パウロ、なんかいかにもその名前って感じですよね、うん、洗礼名みたいな。洗礼名の前にドンというのがつきますね。単純にパウロじゃなくてこの人ドン・パウロなんですよね、うん、ドンというのは大名クラスの高貴な人につく場合がドンがつくんですか。なるほど、うん、ドン・パウロ、なるほど。
でこの人はフロイスという人が書いた日本史という、まあ、教科書的な、あのキリシタンの書物があるんですが、日本語で翻訳されています。でその中でこの人はですね、志賀親吉とか親次とかいう名前では出てこないんですよ。あの元服する前の幼名がこの人太郎って言うんですね。太郎、だからそのフロイスの日本史の中では太郎殿という記述ばっかりですね。あるいはドンパウロと、で、あの武田という地名ももちろん出てくるんですが、それが浅地町に志賀っていうとこありますよね。もともとあそこで志賀城があったんですよね。それから岡城の方に来ますから、あの地名は武田とか、場合によって尾形って書いてもあります。武田とか尾形とか志賀とかですね、そういう地名で出てきますよね。へ、そうなんですね、うん、でこの人の時はまだ近距離が出てないので、うん、そのフロイスの日本史っていうのを見てももうその相当膨大な量にわたってこの人のこと書かれてます、当時の武田のことが。はあ、そうなんですね、はい、じゃあかなり精力的というか熱烈に奨励していたんでしょうね。当時のイエズス会はこの志賀親吉ドンパウロのことを絶賛してますよね。はあ、もう文豪のキリシタンの柱だと。おお、そうなんですね。そうなんですよ。これはただこの人の時に熱烈だったからお寺を燃やしてるわけですよ。それはいかんな。そうだったんですね。ああ、そうなんですよ。その仏教敵だ悪魔だっていうことでね。志賀親吉は、はい、山口県に眠ってるんですか。そうなんですよ。要はですね、この人はあの秀吉の時代に朝鮮に2度、文禄の役、慶長の役っていうのがあって2度朝鮮にあの渡ってるんです、日本軍がですね。でその時に誤った情報を主君である大友義宗、あの総理の息子なんですけども、大友義宗に間違った情報を伝えてしまったんですね。で小西行長が戦死したから自分たちも早く引き上げようと。でも小西行長が戦死してなかったわけですよ。あ、なるほど。でそれで秀吉の許可を得ないまま朝鮮から撤退 してしまったので、それで秀吉の激励に触れるんですよ。勝手なことをするなと。そうです、はい、それでその大友義宗は改易になって文武追放になるんですね。でその情報を伝えたのは自分だから自分にも責任があるということで、この人自ら岡城を去るんですよ。はい、そこでフロイスの日本史が終わるんですけども、あのその後この人がですね、どこでどんな人生を送ってどこで一生を終えたか誰も知らなかったんです。そしたらあの山口県の宇部市の歯医者さんから突然電話がかかって、自分の散歩道に文豪岡城州志賀親吉の墓って書いてるけど、お宅の殿様なんじゃないのって話を聞いて、それで慌てて飛んで行って取材した記事がその時のこれなんですよね。あるわけです。誰のところにかくまわれたっていうあるんですが、最終的には毛利輝元なんですよね。そうなんですね。94から96まで生きてるんですよね。この方ですか。はい、素晴らしいですね。でも彼がその武田にいてあのキリスト教を奨励していた時期っていうのは、まだバテレン追放令も禁教令も出てなかった、まあ、いわば公認の時代なんですよね。はいはい、ですから自由にこうみんなキリスト教徒になれたわけ で、でここにですね手紙の写しがあるんですけど、1588年にイエズス会の神父が書いた書簡、その領内岡領内においてはすでに洗礼を受けた者8千を超え、なお3万人が洗礼を受けんとしていると。ということは、まあ、当時の人口推計はっきりわからないですけど4万5千ぐらいだったとしたらね、4万5千人分の3万8千ですから、全市民の、まあ、岡領民ですよね、市民というのは、岡領民の80から85% がキリシタン、もしくはキリシタンになろうと思って今洗礼を待っているという、そんな数字になると思うんですよね。そうなんですか。はい、だからそうじゃない人っていうのはもうお寺のお坊さんとか神社の人とか、そういう人なんじゃないですかね。はあ、それはそこまで広がってるとか知らなかったですね。うん、だから、まあ、彼の時代が一番こう大っぴらにやれましたから、信者が表立って多かった時ですね。はい、江戸時代になるとみんな地下に潜伏してしまいますから、表立ったキリシタンっていないわけでしょ。はい、そうですね。はい、だからエリたちもやって、そうですね、
はい、雨宿りをするっていうね、はい、あの馬がこけて紅葉シーンですね。そうですね、ちょっとラブロマンスのあるいいシーンですよね。まあ、実際の地理的な位置関係はこれあの道路から相当上の方に上がって山の中入っていくんですよね、だから馬が通れる道ではないんですけども、物語としては、あの道端ですよね。でここの近くにキリシタンの集団墓地があって声が聞こえたっていうこと書いてましたよね。はい、確かにこの近くでもですね、あの後世になってキリシタンで捕まえられた人いるんですよね。ああ、そうなんですね。これもね、説明がつかないですよ。これも何も文献史上がないっていうことは残せなかったものじゃないかなと思うんですよ。なるほど、これも翼が生えてますよね。で、なんで怒ってるのかよくわからないんですけど、そうですね、さっきの山の神がこんな歯が見えるように怒ってたじゃないですか。怒ってますよね、それも本当不思議ですね。あ、これをね、西次郎が初めて見たときはギュッとしたですよね。そうですよね。あ、ここもこれもですね、稲荷、くど稲荷、稲荷様も多いですよね。多いですよ、街中だけで40いくつあるんですからね。そんなにあるんですか。あ、そうなんですよ、しかもそれが平地にね、お社を建てた稲荷ならも分かるんですけど、全部こんな岩をくり抜いたやつでしょ。なんでそんな必要があるんでしょうね。あのキリシタン礼拝堂の向かいにも、あるいは赤松稲荷ってありますね、やっぱり同じように岩を送り抜いてるんですよ、そうですね。あれもですね、言われがあって、昔赤松さんっていうお侍が住んでいた跡だから、赤松稲荷っていう説もあるんですよ。でもその実際の赤松という侍が住んでたかどうかっていう当時の絵図面見てもその名前載ってないんですよね。で別の方角方向から考えると、あのイエス・キリストはいろんなものに例えられますよ。山とか魚とかね、いろんなものに例えられるんですけど、赤い松にも例えられるんですよね。赤い松、いろんなものに例えられます。でもその中の一つが赤い松だから赤松稲荷。じゃあこれ地名じゃなかったんですね。どうも違うんですよ。私地名かと思って。ああ、そうじゃないんですよ。違うんですね。いろんな説があるんですけどね。まあ、もちろんどれもね、あのちゃんと一次資料があって学術的に断定に足りうるだけのものはないので、それは推測の域は出ないですよ、でも頭から否定する理由もないわけですよ。昔の人がそう言ってましたから、ね、やっぱり言い伝えの部分っていうのはやっぱ残ってますもんね。やっぱり火のないところに煙は立たないっていうことだと思うんですけどね、で、あの私も学生の時に昔あのこの奥に武田中学あったんですか、なんか行くのにこう嫌だったんですよね、このなんか生を見たふつって書いてある。あの頃はね、道路が今よりずっと低かったし、ここ田んぼの中だったんですよ。だから道路とほぼ水平な方向でこれが見えて、しかも田んぼの中にポツンとあったから、とってもこうよく、逆によく見えて気味が悪かったかもしれないですね。あ、そうですね、今道路が高くなって道より下なんで、半分ちょっと上の方しか見えないです。ちょっとこのぐらいしか、そうですね、なんかやっぱり気分的に、なんて言うんでしょう、今の方があんまり怖くないですよね。そうですね、なんか整備されてちょっと公園地みたいな感じになってるから、これあの犯罪者、まあ、罪人の処刑場ということを言われてましたけども、実はその元々の理由はキリシタンの処刑場ということができてるみたいですね。あ、そうなんですね、実際ここで処刑されたって記録がありますからね。必ずキリシタンのストーリーのところにはそういうかわいそうなこう最後を迎えた信者さんの話があります、ね、やっぱありますよね。最終的にはその近況になってね、最初は最後はもう悲劇に終わるわけじゃないですか。そうですよね、キリシタン大名の末路なんてみんなもう哀れなもんですよ。そうですね、高山向こうにしてもね、フィリピンに流されてわずか 2,3 ヶ月で病死してしまって、だからやっぱその一旦洗礼を受けたとしても、その戦国大名が自分が洗礼を受けたという記録をあの後で抹消したなんていう例はいくつもあるみたいですね。そうでしょうね、証拠を残したくないと、ね、やっぱりその、使節団で行ったあのパッと名前が出ませんけど、なんとかジュリアンさんたち、あ、中浦ジュリアンね、あんな方たちも結局は最後処刑みたいな。そうですね、穴ずりの件になりましたね。ね、もうああいうことが行われてたということ自体が怖いですよね。まあ、中浦ジュリアンは最後までね、帰郷せずに穴ずりの件で絶命して してますからね、完全な殉教ですよね。そうですね、長崎に行った時それ見たんですよね。もうなんかあまりにも痛々しいあれだったんで、
でそういうふうにね、一般的にはそのキリシタンの歴史を語るときには、うん、暗くて悲壮感のあるものが多いわけなんですよ。そうですね、はい、ところがこの武田ではですね、うん、踏み絵床抜け事件とか、はい、踏み絵のレプリカ無断鋳造事件とかちょっと笑える話もあって、最終的にはその三着の金と薬物像を殿様がお城の中に隠したっていうね、うん、殿様自らのキリシタン隠しを行ったという、全然天草長崎とは違ったカラーがあるじゃないですか。そうですね、確かに。でそれをね、やっぱ天草長崎に行った方たちはそこを指摘するんですよね。ここはちょっと違うねと、うんうん、だから私もお客さんに説明するときは、武田のキリシタンと天草長崎どう違うのかっていうと、殿様自らが行ったキリシタン隠しという点が最も違うと、そこに尽きると思います。すごいですよね。やっぱその今回のこのはぐれガラスにしてもそうですけど、なんかその大きいバックのそのテーマがあるからこそのストーリーですもんね。そうですね、うん、ただやっぱり、ね、あれだけ多くの点をね、うん、純不動で点を拾い上げたものを、うん、あれだけのストーリーに、組み上げていくっていうところはやっぱさすがですね。中上先生すごいですね、うん、文章を書くだけならね、上手い人いっぱいいると思うんですよ。でもそのたくさん拾い上げた点を元にしてあのストーリーを組み立てられるかっていうのが、それがすごいところだと思います。そうですね、結果的にあのはぐれガラスの命を狙ってたのは西城一人じゃなかったわけじゃないですか、うん、前浜田次郎っていうね、もう一人別のやつが命を狙ってたと、うん、で結局その玉田幸左衛門はそいつらで一緒に自分の命を差し出したわけですからね、うん、そうですよね。そんな風なストーリーの転換なんて自分も全然思ってなかったです。いやもうあのストーリーはやっぱりこう読み進めていくうちにこうだん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 深くなっていきますよね。そうです、やっぱり1回より2回、2回より3回、3回読んだら完全にマスターするすごいすごいですね、あの厚さを3回読む、まあ、自分今は2回ですからね、もう1回読まないといけないなと。いやもう小説スバルの時からやっぱこう毎月楽しみで読んでたんですけど、うん、でもねスバルの時から相当過失修正してるでしょ、うん、なんか内容がまた深まってる感じがします。はい、細かい部分もね変わってますよ。だってその先生もおっしゃってましたもん、うん、一生懸命今過失修正してるって。いやでもなんか本当にね、武田まあ、お会場って言葉は出ないですけれども、でももう私とか知ってる地域だから、うん、余計にあれを読むと、あここはあそこかな、ここはあそこかなってい う、 こうイメージがねあって、地元は地元でそれが楽しめますよね、うん、だから外からの方は絶対行ってみたいって思うと思いますわ。あれはね、本当今になって思いますけど、このはぐれガラスが出てなおのこと思いますけど、今の文豪小野市岡田町が武田だったらよかったですね本当ですよ。そうですか、ありがとうございます。岡田町が武田だったらよかったと思いますよ、まあ、旧岡藩のつながりでね、やっぱりそういうのがどうしてもこう残っていくんですよね。そうなんですよ、うん、浅地尾形がね武田だったらねそうですね、本当どうなってたでしょうね。うん、滋賀市が岡城に来る前は、うん、そのキリスト教の拠点は浅地ですからね。そうですね、滋賀市ですからね、うん、でたまたま岡城に来てからになったから、あっちを後ろも誰もいなくなったけど、元は浅地ですからね。そうですね、だから滋賀市の時代のキリシタンの足跡は浅地がいっぱい残ってますよね。はあ、やっぱりそういうことですね、うん、これはあれですか、これは有名なというか、これが五老公ですね、はぐれガラスに出てくる五老公。五老公がこの妃横公ですね。鳥海殿に出てきますよね最初、はい、鳥海殿って一緒に温泉に入るじゃないですか、はい、島枯れ声を、はい、で後で聞いたらこの人が五老公ですよね、はい、エリが一生懸命お世話してたのこの人ですよね、はい、あそういうことなんですね、はい、モデルは妃横公だったんですね。です、うん、本当の名前は中川妃横公ですけどね。そうですね、うん、あれは清勝になってましたっけ。そう、清松でしたかね、うん、これでもあれ私最初にこの
中川久清公のこの写真、尾形の歴史民俗資料館とかにもこの写真があるんです。あるんですか？あります。尾形の、はい、今はもう文豪の市になってるからですね、ちょっと中は多少違ってますけど、尾形はやっぱ岡藩の歴史っていうことで展示してたんですよ、うん、小藤さんにお墓があるから八代の殿様そうですね、うん、だからその目ん玉がぐろんとしてるので、私ね異国の人かなって思ったんですよ、うん、見た瞬間、うん、あのこの人の実のお母さんがですね、あのこの人は表面上はね、はい、2代目の中川久盛と正室の間に生まれた嫡男というふうになってるんですが、はい、でも中川五年部という中川 の正規の資料を見てみますと、正し書きがしてあって、はい、実はこの人のお母さんは愛の方っていう人だって書いてあるわけですよ、はい、愛の方、うん、でその愛の方って一体誰かなと思って一生懸命探したら、愛初という名前の女性で、その人はあの豊臣秀頼の3番目の側室だったんですね。はあ、お母さんがその人なんですが、まあ、父親が、誰かという話になるとまた難しいんですけども、とりあえずお母さんの愛の方っていうのは秀頼の側室だった、3番目の、はあ、でそ の, あの高山右近が大阪の高槻でキリシタンを取りまとめてましたけども、右近があの兵庫県の明石に国替えになります。でその後にたくさん残ったキリシタンの面倒を見たのは愛良佐という人なんですよ。その愛一族という一族がいて、そのトップに立つ人が愛良佐という人なんですよ。でそのこの人のお母さんはその愛良佐の、娘か妹かどっちかなんですよね。でその当時の大阪の高槻北摂地方には南蛮人が普通にですね、日本人に帰化して日本人にも入ってしまった人がいっぱいいたんですって。だからそのハーフとかクオートとかいっぱいいたそうですよ。なるほど、そういうことですね、うん、ああだから愛一族にもそういう南蛮人が入っていておかしくない、うん、それであの、まあ、この人この顔ですけど、はぐれガラスの襟みたいなハーフとかクオーターの人いっぱいいたわけですよね、はい、なるほど、そうなんですね、うん、私初めてこれあの拝見した時は確か小学校だったんですけど、うん、その時にえ外国の人って思った。思いますよね、うん、鼻からしてね、鼻も目も大きいし、これもう一種類ね肖像画があるんですけど、そっちの方がもっとひげが縮れてますよね。あ、本当ですか。もっとわしっぱなでね、ええ、あのちょっと色がこう 茶色がかってもっとこう縮れてますよ。そうですか。あ、もう一つのやつね。いやもう本当なんかいかにもって感じですけど ね、 そ, うなんですよね。そんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、そのこの仏像のここのところ下から入るようになってるんですね、うん、そうです。で、まあ、この写真の通りですよ。ここですね、うん、はだからこのそこの中にあの十字架を隠してこういうふうに立てておけば普通の弥勒菩薩なんです。そうですね、うん、でも寝かせてあえて中から十字架を取り出してしまえば、はい、ああいうふうになるわけですよね。これが入ってるわけですよね。そういうことです、はい、すごいな、信仰ってやっぱり弥勒菩薩をお参りしているように見せてですね、うん、そういうことですね。はい、今日ははぐれガラスを辿っていく旅、それを第1回目だったんですけれども、まずは拠点施設であるこのキリシタン資料館でこの館長であります後藤さんのお話を伺いました。岡藩のやっぱりキリスト教とのつながりっていうのは本当に深いんだなっていうことを改めて実感しました。尾形にも結構そういったちょっと謎の洞穴みたいなところ、洞窟みたいなところがあるので、またちょっとそういった視点で見るともしかしてって思ったりもしますよね。そして資料によると結構岡藩ではかなりのキリシタンがいたということですから、もしかして私のご先祖様も関わっていたかもしれないなっていう、まあ、いろいろこうイマジネーションを広げていくことによって、さらにこのはぐれガラス一緒にこうその世界に入り込めて楽しいと思います。こちらのはぐれガラスですね、集英社さんから発売されています。赤上亮先生の本当に大分県竹田市を舞台としたそういったドラマになっておりますので、ぜひ歴史小説やそう地域小説お好きな方お手に取ってみてください。全国の書店で販売中です。
何度もアマゾンとかでも売り切れになっている話題作ですので、ぜひぜひご覧になってください。ということで今日の豊玉散歩は以上です。またこのハグレガラスシリーズ、不定期ではありますけれども、後藤さんと一緒にいろんなところを巡ってよりより深くこのストーリーに近づいていきたいと思っています。どうぞご期待ください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。豊玉でした。バイバイ。